こんばんは、八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。2024年の春も様々な桜を巡ってきました。今回は観光ガイドに乗らない桜穴場スポットをお教えします。今まで様々な桜スポットをご紹介してきました。その中で没にしてしまうには惜しい桜の名所をまとめてご紹介します。4月の24日現在、1000メートルを超える場所の桜もそろそろ散り始めています。今年の桜のシーズンもそろそろ終わりです。山梨ではたくさんの桜の名所があります。ちょっとした道路の脇やあまり知られていないお寺の桜など、今回はそのような桜をご紹介したいと思います。観光ガイドには載らないような桜の穴場スポットです。花はすでに散ってしまっていますので、来年の桜巡りの参考にしてください。最初の桜は長坂町富士見坂の桜です。以前動画を上げた三部一湧水に向かう道路の脇にある桜です。続いての桜は大泉町道基禅院の桜です。遠くに富士山を見ることもできる美しいしだれ桜です。そしてすぐお隣にある大泉町安楽寺の桜です。こちらも菜の花越しに富士山を見ることができます。お寺は一段小高い場所にあります。上から見下ろすと桜と菜の花、そして富士山を望むことができます。続いての桜は大泉町東原の糸桜です。こちらの桜は同じ敷地の中に何本かの糸桜が咲いています。毎年咲くのを楽しみにしている桜の一つです。続いては小淵沢町旧東保育園の桜です。移転してしまった東保育園の校庭の脇の桜と木蓮、とても綺麗です。そしてそのすぐ近くで咲く小淵沢町旧新井住宅跡の桜です。小淵沢町の町営住宅が建っていたすぐ隣にあるグラウンドの周りの桜です。
昔は多分学校が建っていたのだと思います。お天気が良ければ桜の向こうに南アルプスを見ることができます。この日は桜吹雪がグランドにピンクの絨毯を広げていました。次の桜は小淵沢町大滝湯水公園の桜です。大滝湯水も以前の動画でご紹介しています。お天気の良い時に満開の桜を撮ることができなくてとても残念です。1日1万トン以上の水が湧き出る大滝湧水です。以前は釣り堀もありましたが、今は閉園しています。池で釣りはできませんが、まだニジマスが悠々と泳いでいます。続いて小淵沢町みそぎ神社の桜です。御神道の御曽木神社、山梨の初詣の人気スポットでもあります。駐車場に綺麗なしだれ桜が咲いていました。みそぎ神社で有名なのは能舞台です。水の上に浮かぶ能舞台、結婚式を挙げる方もいらっしゃいます。この場所で夏には滝技能が行われます。毎年チケットの入手が困難なほどの人気のイベントです。
最後に長坂町セラビーリゾート泉郷の桜です。こちらの貸別荘も多くの方が宿泊される人気の施設です。敷地内は四季を通じてさまざまな花が咲いています。泉郷のフロント棟にはお土産施設や温泉などもあり、一般の方も利用できます。桜の下を小鳥の声を聞きながら歩ける、とても気持ちの良い朝の散歩コースです。今聞こえている小鳥の声は、実際にその場所で録音した小鳥の声です。今年の桜の動画はこれでひとまず終わりです。また来年もご紹介したいと思っています。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならば、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。